クエンティン・リチャードソンは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身の元バスケットボール選手。身長198センチメートル、体重104キログラム、ポジションはシューティングガード、スモールフォワード。デポール大学で2年間プレーした後、アーリーエントリーを宣言。在学中は17.9得点、10.2リバウンドの成績を残した。現在まで1000得点、 500リバウンド、1 0 3スリーポイントシュートを1シーズンに記録した大学生唯一の選手である。2000年の NBA ドラフトで1巡目18位指名をロサンゼルスクリッパーズから受けて入団した。この年のドラフトでは全体3位でダリウスマイルズ全体10位でキーオン・ドゥーリングも入団している。ルーキーシーズンは76試合に出場し、 一試合平均8.1得点3.4リバウンドの成績を残す。その後3年間クリッパーズでプレー。03から04シーズンには、キャリア最高となる一試合平均17.2得点6.4リバウンド、一点にスティールの活躍を見せた。フリーエージェントとなった、彼は04から05シーズンにフェニックスサンズへ移籍。リーグ最多の631本の3ポイントシュートを、 放ち226本を成功させダンマーリーが持っていたサンズのチーム記録199本を塗り替える活躍を見せた。この記録はカイル・コーバーと共にシーズン記録となった。また2004年12月29日に行われたニューオーリンズ・ホーネッツ戦ではチーム新記録となる9本のスリーポイントを決めている。この年彼はオールスターウィークに行われた。 シュートアウトに出場し優勝した。サンズはこのシーズン62勝を挙げてチームはウェスタンカンファレンスファイナルまで進出したがサイアントニオスパーズに敗れた。シーズン終了後にニューヨークニックスへ移籍。だが移籍後は故障に苦しみ成績を大きく落としてしまっている。2009から10シーズンは4度のトレードを経てマイアミヒートへ移籍し75試合に スターターとして出場し1試合平均8.9点、キャリアハイの3ポイント成功率、397の成績を残した。2010年、オーランドマジックに移籍し、2シーズンを過ごしたが、成績は低下し、2012年再び、ニューヨークニックスに入団するも1試合に出場したのみで解雇され、FA となっている。2002年の映画版ワイルダーに俳優として出演している。 1992年に母親を乳がんで亡くし祖母に育てられた。2005年12月に兄が強盗に銃で撃たれて亡くなった。12歳の時も別の兄が同じく銃で撃たれて亡くなっていた。ポップシンガーのブランディノウッドと婚約し100万ドルの婚約指輪を送っていたが、その後破局している。ありがとうございます。